まあ、きついですけど練習自体は普通に、うん、暑いしきついんですけど、うん、なんかこうやっぱスペイン合宿で、うん、なんか1位線カメラで高藤の動きを追った。相手のバランスを崩し、体が流れる方向に先回りして技を決めた。実験で同じ状況を再現してもらった。動き始めてから技が決まるまで 1.8 秒。